はい、っていうことになっていきましょう。ちょっとやり直し。はい、っていうことになっていきましょう。どうも、ララでございます。今、気象。ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこらえ戦争。今回は、ほんわかの方でやっていこうかなと思います。いや、ちょっと本当にね、今、寝起きで収録してるんで、自分が何喋ってるのかもちょっとわからない状態でやっていこうかなと思いますけれども、ちょっと温かい目で見ていただければなと思います。いや、本当にちょっとやばいね、久々にやると。まあいいや、じゃあ行きましょう。んだ、今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちら、ついに来ましたね、ワールドトリガーのコラボステージ、バーサス訓練用モールボットに挑戦していこうかなと思います。さあ、ということで、あくびも止まりませんけれども、早速挑戦していこうかなと思いますよ。で、このステージに関しては、確かコラボキャラクターしか出撃できないんだよね。まあ、一旦詳細見ていきまーす。さあ、ということで、バーサス訓練用モールモットに関しては、全5ステージでございます。はい。まあ、まずはレベル1からやっていくわけなんですけれども、おー、ドロップ報酬が初っ端からニャンコチケット1枚なんだけど、これはでかいぞ、これ。これはいいね。最後のステージ、ワンチャンレアチケットあるんじゃない?これ。じゃあ、とりあえずやっていきますか。で、せっかくなんで、まあ、コラボキャラクターが3体しかいないんで、とりあえず今回はね、ニャンコンボ突っ込んでいきましょう。多分、ニャンコンボ突っ込めばかなり変わってくるんじゃないのかなと思うんで、どの編成するかな。どうしようかな。研究力もいいかな、なんては思うんだけど、やっぱり、この辺かな?これ何のニャンコンボだっけ?ちょっと待って、ピンとこないんだけど、ちょっと待ってよ。ああ、腕自慢か。なるほどね。じゃあこれでいいんじゃない?で、これで、下の段に関しては、ワールドトリガーのコラボキャラクターでいいんじゃないのかなと思うんで、とりあえず突っ込んでいきましょうか。まずチカちゃん突っ込みので、で、あとはてかレベル30で大丈夫かな。50にさせなくて大丈夫かな。まあとりあえずやってみようかなと思いますけどもね。まあ無理そうだったらとりあえずですね、てか10レベルなんだけど、これはまずいな。待てこれはまずい。しかも待って、ミクモオサムが取得してないんだけど、ちょっと待って、だからかなんかいないなと思ったんですけど、よ、オッケー。とりあえず30レベルさせておきましょう。ちょっと何やってんの、これは何やってんのって感じでございますけど、あー、経験値がだいぶ減りましたけど、まあいいんじゃない。30でいけるとは思うんですけどもね。まあとりあえずやってみましょう。はい、物は試しでございます。はい、さあまずは訓練レベル1でございます。じゃあ参りましょう。しつじゃさあ、ということで、あくびも止まりませんが、張り切ってやっていこうかなと思います。ちょっと、本当にやばい。久々にやばいんだけど、ちょっと、睡魔全開でございますよ。起きたばっかなのに。起きたばっかなのに、睡魔が全開でございますけども。さあ、どうだ?あ、意外と耐えますね。ああ、2回ノックバックして、あ、行きましたね。はい。てな感じでございます。まあ、どうだろう?こっからレベルが、ああ、まだボス戦ではなかったのね。あ、なるほどね。まあ、こっからどんどんレベルが上がるにつれ難しくなってくるんじゃないのかなとは思いますけどもね。まあ、言うて、出すキャラクターはもう3種類だけだからな。もうひたすらね、もう脳死して出すだけだから、なんとも言えませんけれどもね。あ、どうも、オッケー。いや、どうだろう。30でいければいいなっていう感じがしますけれどもね。まあ、レベル1は難なくいきました。はい。よし、じゃあ次、レベル2、2の方いきましょう。さあ、レベル2。いや、さ、あくびも止まらないんだけどさ、鼻水も止まらないんだけど、これ何なんだろうね。なんかすっごい鼻水止まらないんだけど、ちょっと待って、戦いながらティッシュを探したいんだけどさ、ちょっと待って。あー、赤いの来ましたね。ちょっと待って。あー、ティッシュ。あー、たった。ちょっとね、これやばいかもしんない。なんか、ナイアガラのことが鼻水が今垂れてる状況でね、今実況してるからね。わ、すごいことになってるんだよ。あー、オッケー。何この鼻水は。いやー、なんだろうね。季節の変わり目だから、あれなのかね。言うて最近はね、長袖短パンっていうね、謎のスタイルで出てるからね。それの原因なのかわかりませんけど。あー、オッケー。いけましたね。オッケー。あ、これでいけるんじゃないですか?レベルにもなんだかいけそうですね。なんか寝起き話してる間にも終わりましたけれども。よし、じゃあ次。おー、これもニャンコチケットでございます。はい、じゃあ次行きまーす。レベル3。よし、ということで、じゃあまあ鼻水を噛みながらですね、ちょっと戦っていこうかなと思います。はい。あー。
片手で鼻かみながらタップするっていうね、もう謎だよ。実況中でやることじゃないよねこれね。オッケー。まあでもレベル3ということなんで、まあもう中盤なんでね、そろそろ敵もね難しくなってくるんじゃないですかね。倍率上がってくるんじゃないのかなと思いますけど、まだ大丈夫。あ、攻撃力だ、やめてほしい、やめてほしいけどさ、あー来た、ここで黒いのも来るんだね。なるほどね、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいんだけど。オッケーオッケーオッケー。あの攻撃頻度えぐいなこれね。でもこっち倒れてないよね、ほら全然大丈夫そうだな。あ、レベル30でもなんだかいけそうだけど、多いな。どんどん出てくる、どんどん出てくる。やめてくれ、やめてくれ。あと2ステージ控えているから。あ、なんか喋ると本当にまだ鼻水が止まらないな。これやばいぞ、これ。本当にもう歩くナイアガラだよ、これ。もう広いな、鼻水が。いやー、なんだろうね。やばいよ。まだ冬本番じゃないよ。ちょっとなんか肌寒くなってきたな、ぐらいだからね。じゃあ次行きまーす。お次、レベル4。さあ、これがクリアできれば、お次でラストでございます。なんかいけそうな感じもするけれどもね。まあ、とりあえずこのレベルのままやってみようかなとは思いますけれども。まあ、とりあえず一通りのキャラクターの方ですね。ガンガン出していきましょうか。まあ、全然お財布に余裕があるからね。なんだっけ、なんか前のさ、なんだっけな、なんか出撃制限のステージの時はね、そう結構お財布はカツカツだったような思い出があるんだけど、それが何のステージだったのか思い出せないんだよね。夢の中じゃないはずなんだけどね。まあいいや、そんなことはさておいて早速やっていこうかなとは思いますけれども、さあ、でも強い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 、意外と耐えてくるね。さすがでございます。まあスピードアップオンにしてやるからね。まあ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 、まだ意外とね、なんかサクッといってるように見えておりますけどもね、これ通常スピードだったら結構これ長丁場な感じもしますけれどもね。さあ、あともう少し。で、これで何？また攻撃したら、ボス戦が始まる。大量に出てくるの？これ。あ、そういうわけでもないか。あ、いけそうですね。よし、オッケー。じゃあ次、ラストでございます。じゃあもうこのままレベル30のままですね。この3体の方で、突っ込んでいこうかなと思います。はい、じゃあ次行きまーす。よーし、ということで、なんだかんだね、これでラストでございます。訓練レベル5でございます。それでは早速参りましょう。さあ、これでラストでございます。気を引き締めてやっていこうかなと思います。けれどもどうだろう、勝てるかな。まあ、勝てるとは思いたいんですけれども、さあ序盤からね3種類来ておりますけれども、こっからどうなんだろうね。まあ多分ボス戦あるとは思うけどね。この3体倒してから、とりあえずあれだよね、白攻撃したら、あ、オッケーオッケー、白は倒せて、で、こっからだよ、こっから。よし、まだまだ、まだいけるぞ、まだいけるぞ、よし、オッケー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 。で、こっからだよ、こっから黒倒してからだよ、どうなるか、大量に湧いてくるのか、それともどうなのかっていう感じでございますけどもね。まあ、でしょうね。そんな大量っていうわけでもないけど、あ、こっからじわじわ出てくる感じかな。うん。どんどん出てきた。どんどん出てきたら、多い多い多い。多いんだけど、多いよ。多い、なんか攻撃力ダウンはやめてもらいたいな。あー、すごいな、これ。これやばいな。どんどん出てくるよ。うわー、これはやばい。これはやばい。熱血大玉転がしを思い出すよ。あの時の大量に湧く玉玉。あれを、でも意外とこっちもキャラが増えれば増えるほどね、結構割とさばけてきてるね。なんだ、大丈夫そうだね。びっくりした。オッケーオッケーオッケー。大玉転がしを思い出しそうになりましたけど、大丈夫そうですね。レベル30でも全然難なくいきましたね。これ50にしたらだいぶ楽になるんじゃない？これ。なんかちょっと試してみたい感はあるような感じもしますけど。まあ、とりあえずなんとか無事クリア。来ました。レアチケットでございます。はい。ということで、クリアでございます。はい。はい、ということで、なんとか無事クリアすることができました。じゃあ最後にですね、もう一戦やっていこうかなと思います。で、その前にですね、ちょっとレベルの方ですね、今30レベルなんで、50レベルにさせた状態で、まあどう変わるのかも今からやっていこうかなと思いますので、レベル上げていきまーす。1体目完了。2体目完了。よし、オッケー！これで完了でございます。さあ、ということで、ガチガチに強くなったこの3体の方で再挑戦していこうかなと思います。ランクもだいぶ上がりましたけれども。よし、じゃあやっていきましょうか。で、あばらがいて。
それでは参りましょう。さあ、ということで2回戦目でございます。まあお次はですね、3体の方レベル50にさせてどれくらいね変わるのか見ていこうかなとは思いますけれども、まあでもだいぶ変わりそうな感じもするけれどもね。いや、そのためにおー、いいぞ。今のところはどうだろう、この3体がね多分サクッと倒れたらね、本当にね多分かなりね変わったんじゃないのかなと。おら来ました、ほら来ました、ほら来ました、来た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 、強くなったね。さすがレベル50でございます。さあ、こっからだよ、こっから大量リバックですね。まあモールモットの方ですね、さばければいいんじゃないのかなとは思いますけれども、あ、でも早いぞ、早い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 。いや、違うね、やっぱり。やっぱだいぶ変わるね。レベル30の時はこんなにサクッといかなかった感じもしたよね。多分体感だけど、体感だけどね。多分そんな感じ。ほら、早いもん、これ。いや、さすがだね。さすがレベル上げとだいぶ違うわ。ほら、みんな強くなっておりますよ。ほら、ほら、やばい。早い、早い、早い。おー、いいね。変化が見れてよかったのかなと思います。はい。よーし、OK。ということで、こんな感じでございました。はい、終わりー。はい、ということで今回はですね、はい、こちらでございます。今回はバーサス用訓練用モールモットに挑戦いたしました。まあコラボキャラクターのみという出撃制限のステージではあったんですけれども、まあそんな難しくなかったのかなと思います。まあ最後にですね、まあレベル50にさせた状態でまあ再挑戦しましたけれども、まあ難なくクリアできたので、まあ良かったのかなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。